切らないでください。もしもし。あ、女声上手ですね。え？好きな YouTuber は誰ですか？好きな YouTuber ヒカルさんなんですけど、最近見れなくて残念なんです。ああ、なるほど。あなたはバイキンマンに似てますね。おおおお、フリーザですよ。すごい。めっちゃ似てる。自己言い出してもらっていいですか？いいよ。おいくつですか？21歳。今日お仕事は？大学生。今日学校は？夏休み。夏休みは？何夏休みはって。わかんねえ。ゲーム実況者で好きな人は誰ですか？ゲーム実況特にない。見ないんですか誰も？うん、おすすめおる？おります、います。誰ですか？総長うららって人かな。総長うらら。はい。あなたがその本人とかじゃないよね。売り込んでるわけじゃないよね。あ、全然そんなことじゃない。で、あなたは何歳なん？14っすけど。14？はい。14でそんなもんなんかキャラ完成されとん。キャラってなんだよ、俺。めっちゃ面白いじゃん。キャラじゃねえし。バカにすんな、この。それから学校は？学校やめた。やめたお前、頭おかしいが義務教育やろうが中退ねえよ。何歳だよ、本当は。14歳言ってるやんか。14歳じゃないだろ、お前。そんなおもろくないよ、14歳は。じゃあ16歳ぐらいにしとこうかな。ね、お前、成人だろ。成人してねえし。成人したら、おいとかしていいんかな。何、仕事してるの、ちゃんと。何とかしていいの、成人になったら。やっていいの？お前、荒ぶるな、お前。荒ぶらせてよ。まあそんなことよりさ、その人調べてみてよ。調べるけ。その人が一番面白いんだから。分かったけ。絶対面白いんだから。お前、バケモンか。ねえ、今日の動画絶対見て、その人の。なんで？バイバイ。いや、なんでかって。いや、なんか意外と、なんかしっかり喋ってくれると思って嬉しいですね。次行きましょう。どんどん行きましょう。楽しいな、なんか。こんばんちは。こんばんちは。もしもし。あ、やっと繋がったぜ。じゃあ、早速質問よろしいですか？何ですか？好きなゲーム実況者はいますか？全然興味ないです。ああ、そういうのは見ないんだ。はい。じゃあ好きな YouTuber は？好きな YouTuber は、はい。よさこいバンキッシュ。よさこいバンキッシュ。チャンネル登録者20万人。なんか体張る系。ああ、ムチ打たれたり。なんかもうそう街中に出ていろいろしたり。ああ、エッチなこととか。うわ、どうなんだろう。めっちゃエッチなやつあるやん。誰でも簡単に女の子に脱毛してもらえる方法を見つけたとか。エロ系か。あなたは何者なんですか？そこら辺のやつです。おいくつですか？私25歳です。お、今日お仕事は？私主婦なので。わあ、そんな女旦那さん働かせてからそんなこんなんで出会い求めて、この浮気者ね。いや違うんですよ。怪我してるんですよ。怪我してるんですよ。怪我増えたの？じゃあ脱毛してあげよう。怪我してるんです。怪我増えてるんです。あ、じゃあマリア、どこにお住まいですか？日本です。あ、すごい偶然だね。僕もなんだよ。もしよかったらちょっと今から会いませんか？会いません。いや、お願いします。日本でしょ？僕もちょうど日本に今住んでて、日本のコンビニ、日本広いですよ、結構。日本のコンビニでちょっと待ち合わせしていません？どこのコンビニが一番近いです？やっぱりセブンイレブンですかね。うちからもセブンが一番近いかも。おっしゃ、これ来たね。オフ会や、オフ会しようや。やらない？ちょっと一発ちょっとそういうの興味あるでしょ。やらないよ。ネットで旦那さんが頑張って汗水垂らしちゃう中、まあこっちもこっちで別の汗流しちゃったなんつってなんすか？誰が多いですか？じゃあ好きな YouTuber って。今のところやっぱり総長うららって方が一番多いですね。あ、ゲーム実況の方なんですけど、ゲーム実況見ないんでしょ？ゲーム実況は見ないんでしょ？今検索してくださいよ。総長。はい。ああ、出てきた。は見る、たまに。この人は斉藤さんの動画とかも上げてる人なんで。ああ、結構見るんですか？じゃあ斉藤さんの動画とか。そう、斉藤さんの動画見る。面白い人とか結構おるし。ああ、なるほど。じゃあ今日ちょっと動画上げるんで楽しみにしててください。ありがとうございました。YouTuberですか？ありがとうございました。あー、女の人も結構いるんだな。どんどん行こう、どんどん行こう。こんちくわ。こんにちは。あ、こんにちは。やっと繋がったぜ、この野郎。お久しぶりです。今日は何されてたんですか？今日はまあ普通に起きて今勉強しますね。え？おいくつですか？19です。浪人生です。浪人生。あ、このお前ちゃんとお前勉強せんとお前また浪人するぞ。お前そんな斎藤さんとかしてからお前親泣くぞ。そんなことばっかしよって。また浪人してて近所の人から言われて、あそこの息子はまた浪人してって言われて、その親の気持ちを考えたことあるのか？1浪目1浪目でも関係ねえよ。2浪でも3浪でもそういうことになるやろうが。こんなんやったら元気っすね。朝から元気っすねじゃないよ。ちなみにどんな勉強してるんですか？僕に一つ問題を出してください。便利な道具英語でフライデー。はい次の英語はダメだって俺日本人やから。はい、いや、英語してるんで今。いや、しなしないよ。横の教科書出せや。なんだと。なんか問題出して。いや、マジでマジで。いいや、問題出すわ。オッケー。第2問。1900年に入って、義和団事件が中国で、新国で起きました。その時の、義和団の、スローガンは何でしょう？頑張ろう、日本。よっしゃー！素晴らしい。さすが簡単すぎるぜ。こんなもん。あ、じゃあ第3問。第3問。定点。1874年、内務省が首都東京に何々を設置した。なんでしょう？平和の塔。イエーイ！素晴らしい。巻き返してきたぞ。巻き返してきた。さあ最後ラスト。サービスショット。定点。あ、サービス問題。古文単語の発意味は難しいやだ。ちょっと待って、切らんで。はい。お、よかった。じゃああなたへ質問があります。好きなゲーム実況者はいらっしゃいますか？はい。おお、ちなみにどちら様で？あ、自分はじゃあPS4 の。はい。コールオブデューティーっていうゲームが好きなんで、おお、ハセシンさんとか、おお、ナナカさんとか、おお、知ってます？知ってます。あなたの名前がうららなんでうららさん。ありがとうございました。あ、ちなみにじゃあうららに今一番実況してほしい動画は何ですか？じゃあ感度14でスナイパーの実況してください。わかりました。頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございました。バイバイ。お願いします。はい。というわけで、じゃあやっていきましょうか。ということで、今回は、スプラトゥーン2で、感度をマックスにしてきました。初めてですね、いつも僕は、スティックの感度はマックスで、ジャイロの方は今、0.5 にしてるんですけども、今回は感度をマックスやっていきましょう。だって、むずくない？ちょっと動かしただけでもブレブレする、ブレブレ。OK。これちょっと待って、無理。じゃあスナイパー使ってます。はい、スナイパースコープですね。はい、これ全然当たらんというか、まず難しすぎ。ほい、待って、相当難しいこれ。だって相当行きすぎるもん。俺ちょっとずれる、いつもとちょっと全然違うけん。ほっちょっと待って、マジで無理なんやけど。こんなにも感度マックスにしたらもうほとんど動かしてないもん。気持ち動かしようが、やばい。ああ、よし、やった。よし、これもう一発でいきます。もうこれダメだったらダメでも OK。 一発だった。よし、いいぞ。これ一発撮りなんで OK。 お、すげえ。これもいいぞ。やべえ、今気持ちよかったな。でもこの好感度だったらなんかうまく見えるよね。パッて動かしてるのにドラッグショットっていうのは、ファイト。当たらんの、全然当たらんやの。 OK、当たった。もうやっぱやばい、無理やな。俺には向いてない好感度は。これ、おいしょ、ダメだ。2発連続あったよな。ポンポンって、もう一回。これダメだ。危ない。オッケー、ナイス見方。いいぞ。このまま突っ込んで。久しぶりなんや、スプラトゥーン2も。久しぶりにやる。これ、ああ、もうこのちょっと動かしたらファッて動くけん。もうこの気持ち動かすように。あれ、動いた？無理。やめ。やばい、これは。これはやばい。めっちゃギリギリ。キル数どんなもんやか。うわー、6キル。6キルはダメだ。10いかないと。というわけで、斉藤さんからのスプラトゥーン2でした。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた明日。バイバイ。